残念だったな、シンジとレーナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかしそんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？あ、ああ、まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。そうだ、神明という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。神明に会えば早く手に入るかもな。最近の不良はいろんな格好のやつがいるな。ああ、カラーギャングにチーマー、不良も派閥争いしてて。おい、そこのお前、飯食うから財布くれ。なんだ、うん、神明はいるか？ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは、私神明って言います。指名してくれてありがとう。ああ、俺は桐生だ。お飲み物は何になさいます？神明。はい、何でしょう？桃源郷の会員証持ってないか？あなた、なんでそれを？ちょっと会わなきゃならない奴がいるんだ。だがもう時間がない。そうですか。でも私からのお願い、受けてくれたらお渡しします。なんだ？私本当は密入国者なんです。それで
この前警察に捕まりそうになって、このままじゃ絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか。はい、父が日本で作った愛人の子です。わけあって今は私と一緒に暮らしているんです。そうなのか。じゃあ一人でその弟を。桐生さん、人弁士って知ってます？人弁士？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人、偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいる？はい、その人がすごいのは裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。大したもんだな。私ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。桐生さん、お願い、人弁士に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに人弁士にお願いしに行ってくれないでしょうか？いいだろう、俺もそいつに興味がある。ありがとうございます。本当私嬉しい。で、そいつはどこにいるんだ？七福通りのジュエルってお店へ行ってください。そこの彩香ちゃんが窓口しているみたいです。わかった。彩香はいるか？いらっしゃいませ。お客様、彩香さんですね。彩香さん、ご指名入りました。こんばんは、彩香です。ご指名ありがとう。今日はどっかで飲んできたの？いや、今日はちょっと聞きたいことがあって来たんだが、人弁士ってやつ知らないか？え？何それ？社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。あ、それ新しいお笑い芸人？おめえ本当に知らねえのか？新しい詐欺師でしょ。違う？もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいかしら？明日ね。ちょっと、もう帰っちゃうの？お兄さん、これからが楽しみなのに。お客さん、もうお帰り？ああ、勘定を頼む。彩香が何か失礼でも？いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。すまんな。またいらしてくださいね。ここか？ああ、あのオカマ野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。
その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁師って野郎はどこにいる。あやかちゃん、早く。はい。ようやく本性を現しやがったか。第三公園がいつもの取引場所だ。おそらくそこに逃げ込んだな。あいつら切り刻んでやる。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポートを横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いが、お前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待て、こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何、キリュウだと。お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ。本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。神明に偽造パスポート、あいつがしばらくこの町で働けるように。分かったわ。ママお願いしていいよね。て、まさか。その通りよ。さっきのお店で待ってます。はい、これがお望みの品よ。これを神明に届けてあげて。キリュウさん、あなたのことは知ってます。風間さん、撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、
実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ。ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね、記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ私たちはこれで。ほらよ。ありがとう、ありがとう。これで弟と一緒に暮らせる。じゃあ桃源郷の会員証を渡してもらおうか。どうした。ごめんなさい桐生さん、実はある人に譲ってしまったんです。何？騙すつもりはなかったんです。本当です、信じてください。誰だ、譲った相手ってのは。水野さんって人です。昔少しだけ一緒に暮らしたことがあるんです。いつも優しくしてくれる俺に桃源郷の会員証を譲ったんです。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。彼は MEP という案内所にいると思います。これはお詫びです。何かの役に立ててください。では私はこれで。ありがとう桐生さん。この街の夜なら私にお任せください。いろいろご案内しますよ。お前水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。ん？神明？なんであなたが神明よ。ちょっと訳があってな、桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですがお譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。仕方ないですね。何かお困りのように見えますので。わかりました、30万円でお譲りしましょう。私と神明の出会いのきっかけとなった品です。どうぞ大切にしてください。ああ、今度また神明に会ったら。いえ、何でもないです。気にしないでください。では。
ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。わかった、遥か、行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。桃源郷に行くだけなのに大変なんだね。この町はややこしい事情が絡み合ってるからな。しかし桃源郷とはよく名付けたもんだ。どういうこと？桃源郷っていうのは簡単にたどり着けない楽園の名前だ。そうなんだ。でも楽園なら風間さんって人もきっと無事だよ。ああそうだな。行こう。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞいらっしゃいませ。あの、お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない、いいよな。かしこまりました。広いところだね。ああ、ここなら風間のおやっさんも。かおじさん、手分けして探そうか。いや、お前が一人でうろうろしてたら客も驚いちまう。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。明美です。桐生だ。真嗣から聞いてないか？桐生？あなたが？ああ。それじゃあ真ちゃんはもう。そう、最後に会った時から言ってたの、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当に真嗣の知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせろや。行くぞ。やっちまえ。
探したで。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで。ほれ、ここ危ないで。早う行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。この間いいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。
あの女がアケミか。辛いだろうな。このおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと。なんで奴らが風間を。わからんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだよ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。ああ、近江連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺に言ってくれ。芝浦に行く準備はできたのか。そうか、気をつけていけよ。あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人。ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。五代目近江連合、寺田と申します。近江連合がなぜ風間のおやっさんを。桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、カズマ。おやさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男はもともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで東条会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。え、由美は水木なんだ。お前たちが水木だと思って探してた女は
弓だったんだ。どういうことです？水木は5年前から弓が演じ続けた姿なんだ。じゃあ遥かの母親っていうのは？弓だ。その子は正真正銘弓の子なんだ。弓お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、弓の相手、いや遥の父親は？神宮恭平だ。神宮、あの MIA の。9年前の写真だ。弓が抱きかかえているのは遥、横に写っているのが神宮だ。弓が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな？はい。事件の翌日、弓は何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに弓を手元に引き取ったんだ。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。雷。いや、どうした？わからない、わからないけど、俺はその時分かったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には弓の存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。でも弓はなんで神宮なんかと？神宮は世良と深いつながりがあって、よく東城会に出入りしていた。その時偶然弓に出会ったんだ。神宮と会長が？政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は弓に出会い恋をした。そして記憶を失っていた弓は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。考えると弓の幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そして弓は神宮の子を産んだ。それが遥だ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかった弓は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後弓と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。まずいことになった。なんだ？いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は？いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ？死体を一つ始末してほしい。神宮は海で起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、弓と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。セラは記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だがこれでもう問題ないんだな？いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするために、あと二人始末してほしいんだ。お前もしかして
セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む、チング。何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろ。幸か不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻す。あるか、ジング、なんて野郎だ。俺はセラを説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ、俺とセラはハルカをひまわりに入れ、ユミを水木へと変身させた。人弁し、偽造屋を雇い、ユミの顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でも親さん、なんでユミは東城会の100億を盗んだんですか。あれは東城会の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中が、ここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。
ケリュウさん。大丈夫、おじさん。はあ、少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間コソコソしやがって。しまぬ、ふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろてましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ、柏木。へへ。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ぶらしたるわ。これまでだ、シマノ。わかってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は盗聴会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして弓はその計画に志願したんだ。
由美か。アレスに急げ。カズマ、由美が危ねえ。アレスに由美か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃいっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは後目狙って動き出すでしょう。だが俺は東条会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東条会の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した子供のための施設。いいんだ、おやさん。俺にとっちゃ、おやさんが本当の親父でした。